ファミリーマートは4月から津南町の工場で生産するプライベートブランド商品、新潟県津南の天然水の輸送に鉄道を活用しています。昨日、輸送の模様を公開しました。商品は工場からトラックで JR 貨物の南長岡駅まで運ばれ、コンテナに積み替えて貨物列車に乗せられます。トラックドライバーの労務管理の厳格化や輸送コスト上昇による物流への影響が指摘される中、政府もモーダルシフトと呼ばれるより負荷の少ない輸送手段への振り替えを促しています。ファミリーマートは鉄道の活用によりドライバーの業務時間半減も可能とするほか、輸送コストを最大 10%、 CO2 の排出量はおよそ 30% 削減できるとしています。現在、青森、秋田、静岡方面に運用を行っております。その他地域といたしまして、中国地方や九州地方への取り組みを今現在検証を行っておる段階でございます。今後は他の商品についても鉄道輸送へのシフトを検討するということです。